今回はちょっと最澄に文句を言うんです。最澄さん、密教は実践の宗教、修行しないとダメなんだ、学問じゃないんだ、実際修行してくださいよと、山に入って修行してください、高野山に来てくださいって言うんです。一教団の教師は高野山に来て修行なんかできませんよ。そんなことはできない。でも空海にしてみれば修行しないで勉強ばっかりしてる最澄が密教を語るのは許せない。わかるでしょうか。柔道強くなろうという時に柔道の術とはこうか、うん、なるほど、いいか、柔道というものは片部よりは実際こうね、組んで引いて打って打つみたいな、このね、1,2,3,4 で投げるとか、そういった実際にこう投げる練習で全然違ってくるわけじゃないですか。修行をしてくれ、実践してくれっていうんです。空海最澄は学問をやってしまう。ついに空海は最澄さん、先輩最澄さんに、申し訳ないけどもう本は貸せませんと手紙を書くんです。それが風信の序です。つまり空海から最澄に対する言葉は丁寧ですが絶好状なんです。これ一教団の教師であり先輩に対して絶好状を皆さんが書くとしたらどんな字を書きます？汚い字を書くでしょうか？書かないんです。先輩で一教団の教師に絶好状を書くんですから、すごい綺麗な字を書くんです。それが風信の序です。日本一字のうまい男空海が先輩に絶好状を書いたんですから、これ以上綺麗なものはないですよ。だから風信の序は美しいんです。じゃあ最澄の旧学の序はなんで生まれたんでしょうか。最澄は三筆の橘の早成、嵯峨天皇と有名人を抑えて作品では言ってるんです。この作品は一体何なんでしょうか。実はですね、最澄と空海絶好された後も最澄は空海の技が欲しいんで、どうしたかと言いますと、はい、弟子を派遣したんです。最澄は自分の弟子を空海のもとに派遣してマスターした真言密教を戻ってきて教えてもらうわけです。弟子、自分の弟子、それによってマスターしていったわけです。つまり行って盗んでこさせて自分のところに持ってくる。でもそれはありなんです。空海もそれは嫌がってはいないんです。例えば僕が、ライバルの先生がいて僕の日本史の授業を受けてこいっつって、で戻っても別にいいですもん。だって来てる間は自分の弟子ですから、ですから空海はそれは分かってて認めてるんです。ところが問題があって、最澄が送っていった弟子たちもだんだん空海のレベルが高いので分からないんです。難しいんです。空海のレベル、最澄の弟子の中でもトップ級がいかんとダメということで、ついに最澄は比叡山で最も優秀で最も美しい僧、比叡山のプリンス、皇太子、最澄の正統後継者、次期トップは各地と言われる大藩を派遣したんです。大藩を派遣したんです。最も優秀で最も美しい僧侶と言いました。美しいと言いました。何でそんな関係あるねって言われそうですが、まあ、ある程度お分かりだと思いますが、大藩は最澄の恋人です。最澄も男、大藩も男、いわゆるホモってやつですかね。この二人は恋人同士です。ですがもうこいつ以上優秀なやつはいないし、将来天台宗のトップになる男だっちゅうんで、ついに空海のもとへ派遣しました。そして大藩は空海のもとへ修行に始めます。半年が経った時、最澄は大藩に手紙を書きます。一旦戻ってこいと、比叡山と。一旦戻ってきて、ある程度勉強のこと言えっつったら、大藩が申し訳ありませんと、1年間絶対高野山にいないと教えてもらえない秘宝がありますと、その秘宝をマスターしたいのであと半年我慢してくださいって言って、結局戻らずに、1年間いた空海のことに修行に励んだんです。そして最澄は手紙を書き、1年経ったと、秘宝が終わったら俺のとこ一旦帰ってこいって言うんですが、大藩は、今400日いますと、1000日いないと教えてもらえない秘宝があるんですと。それに対して最澄は3年間なんか待ってられるかと、今すぐ帰ってこい大藩って言うんですが、まだ帰れませんという。ついに最澄は、大藩今すぐ帰らなければお前は天台宗から破門だと、今すぐ帰ってこいって言うんです。これに対して大藩が最澄に送った手紙には恐ろしいことが書いてました。お師匠様、最澄様、申し訳ありません、私は最澄様のもとに帰れませんと、私はもう空海様を好きになってしまいましたと、空海様のもとを離れたくないんです、ごめんなさいと、比叡山には帰れませんって言ったんです。ガーンですよ。って感じですよ。よりによって恋人が
一番のライバルの空海のもとに走ったんですよ。ただのショックじゃないんですよ。他の知らん男のとこ行くならいいのに、よく知っててライバル、こいつにだけは負けたくないやつのところへ行かれた。たまらんよ。よっぽど好きだったんです、大半。なんと手紙を書くんです。戻ってきてくれと。その手紙が嗅覚の情なんです。僕と君との間には、久しく隔たりがあったらで始まる。久しく隔たりがあったで始まるから嗅覚の情という名前なんですが、僕と君との間には久しく隔たりがあったが、俺は君が好きやねんと。大半戻ってきてくれと。君がいないと俺は寂しいと。君がいない家だなんてないんだと。男が男に送ったラブレター、天台宗ナンバーワン天台座主が男の人に送ったラブレターが国宝です。